こんにちは、アツです。今回は1日8時間から12時間集中して勉強し続ける方法についてお話していこうと思います。自分は今もうお仕事しているので、こう1日中ずっと勉強しているっていうことはあんまりないんですけれども、例えば学生の時英語勉強している時とか、会計士になろうと思って公認会計のその USCPA ですね、アメリカン法ですね、を勉強している時は1日、何もない日だったら本当に12時間13時間勉強していました。で、何かある日でもね、5時間とか6時間、例えば授業があってバイトがあったりしても、5時間6時間は頑張って勉強していたっていう記憶があります。で、8時間から12時間とか、それぐらいのね、大きい、長いと一般的に言われる時間を言うと、いや、そんな長い時間勉強できる人はちょっと普通じゃないとかね、そんな人いないとか、それは当たり前じゃないみたいなこといろいろ言われるんですけれども、自分としては正直誰でも12時間とか集中して勉強し続けることはできると思うんですよね。で、これについてちょっと自分が心がけていたことを3つお話ししようと思っています。で、他の動画でも私以外の人がね、長時間勉強してする方法っていう動画多分出してると思うんですけれども、私の言う3つをやればもうこれで、あなたは 100% 大丈夫ですっていうことではなくて、あくまでそういう3つの要素として捉えていただいて、他にも要素が存在していて、そういった要素は他の人がシェアしてくれている可能性があるので、いろんな人のアドバイスとか経験っていうのを聞いて、でそれを少しずつ自分のね、学習に取り入れる、生活に取り入れることによって、どんどん自分の長時間勉強することができるスタイルっていうのが確立できてくるんじゃないかなというふうに思っています。そんな感じで捉えてください。で、もちろん学習の質も大事なんですけれども、絶対量って絶対にどっかで必要になってくるので、やっぱりこう長い時間毎日、毎日というか時間があるときは勉強できるようになることはすごい重要だなと思いますので、ぜひぜひ聞いていってください。それでは、やっていきますね。で、一つ目はですね、その日の計画ですね、これをちゃんと立てるように私はしていました。っていうのも、私は勉強の時期っていうのはこう起きて、でその一日が終わるまでが、マラソンみたいな感覚なんですよね。で、こうマラソンをするときに、その勉強しなきゃいけないこと、やるべきことっていうのが、その距離だったとしたら、で時間じゃなくてそのやるべきことを距離としたときに、そのプランがないと距離がわからないマラソンっていうことになるわけですよね。で、距離がわからないマラソンだと、ちょっと走っててもこれどこまで走ってればいいんだろうっていうふうに、感じてきちゃって、こうやる気がね、起きない、集中力が継続できないっていうことがありました。ただ一日のやるべきことっていうのを、明確にすれば、じゃあ今これぐらいやったから中間地点だなとか、そういうのがわかるわけですよね。なので1日のその、距離を理解しないで学習するとダラダラ学習してしまうので、しっかりと集中して長時間勉強するためには1日の計画をしっかりと立てるっていうのが私重要だと思ってたので、毎日立てていました。で、基本的にはもう時間単位で朝何時に起きて、どれぐらい経ったら、カフェに移動して、どれぐらい何をやって、それからここに移動してどれぐらい何をやっていって、それぐらい結構具体的に決めていました。で、そこで設定する学習量っていうのは、一番最初は少し少なめにしてですね、でちょっとずつ負荷をかけていくっていうような感じですね。なので、酸素の濃度を少しずつ減らすみたいな感覚かなっていうふうに思います。で、二つ目は習慣化ですね。で、習慣化はめちゃくちゃ大事で、習慣化っていうのは、息を吸うように勉強するようになるということですね。なので、こう、毎日、本当に一日、例えば、6時間以上とか7時間以上とか、勉強していたら、ちょっとこう、勉強しない日、例えば1日1時間しか勉強しない日とかあったら、めちゃくちゃ気持ち悪くなると思うんですよね。で、これ見てる方で、その感覚分かる人結構いると思います。その1日毎日毎日めちゃくちゃ勉強した後に、勉強しなくなると、ちょっとやばいな、今日何もしてないじゃん、生産性どこ行ったんだろう、俺もう終わっちゃうんじゃないか、みたいな、なんかそういうね、こう、なんだろうな、
脅迫観念じゃないけど、まあ、なんかそういうのが生まれると。で習慣化っていうのは、まあ、そういう意味で、自分の長期的継続を後押ししてくれる存在 で私は本当に毎日、例えばスタバに行って勉強して、また違うスタバに移って勉強してみたいな、で家に帰って勉強してみたいな、1日12時間みたいなのを例えば定期的にやっていたら、やっぱりやっていない時っていうのは、ちょっとやんなきゃっていうね、そのモチベーション、まあ後押しをね、その習慣化してくれるんですよね。で、じゃあどうやった習慣化作れるかっていうと、まあ習慣化っていうのは継続でしか作れないはずなんですよね。例えば1日ね、1回だけ10時間とか勉強できましたっていうのを1回だけの経験だと、それって別に習慣にはならないわけですよね。なので1回習慣的にやったっていう経験を作ってあげることで習慣化初めて起きるわけですよね。で、それを作るためにはやっぱりこうある程度その習慣的にやる期間が必要なんですけれども、1日10時間とかの勉強を、例えばまあ社会人の人だったら土日だけとか、でまあその学生の人だったら全休とか入れて週4とか、まあできる人は5とか、やるっていうふうになると思うんですけど、それをいきなり1年やろうとしたらちょっと無理なんですね。1年無理なんで、だからまず最初は2週間とか決めてあげるのがいいですよね。2週間やって、でそしたらもう1週間ブレイクとかしてもいいので、とりあえず2週間必ず、社会人だったらこの休みの休みの日は10時間やるって、必ず2週間だけでいいからっていう風にね、決めてあげると。でそれをやるとね、2週間やった後になると、あれなんか3週目にやってちょっとやってないの気持ち悪いなみたいな感覚が出てくるわけですね。でこの気持ち悪いなっていう感覚が増えれば増えるほど、息を吸うように勉強するようになる、ね、お昼ご飯食べよう、ね、勉強しようみたいな、もう本を今まで習慣的に読んでた人はそれがまあ勉強に変わったりとか、まあこういう感じで、まあ、どん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 自然にね、はい、勉強できるようになると。でお仕事もね、一緒だと思うんですよね。最初は仕事辛くても、こうどん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 習慣化してくれば、まあ、息を吸うように仕事をしている状態ができてくると思うので、この習慣化をですね、ちょっと、意識がけて、作ってみ、るのはすごいんじゃないかなっていうふうに思います。で3つ目はですね、まあ、適度な休憩を取るということです。例えば、まあ、1日なんだろうな、8時間とか12時間とか勉強するって言っても、それをぶっ続けでやるっていうのは多分それサイボーグじゃないと無理で、まあ私は最低でも無理だったんですね。で私は大体よくやってたのは、まあ、4-4-4 とか12でやるときは 4時間4時間4時間ぐらいのインターバルでやってて、でその隙間、4時間と4時間の隙間っていうのは必ずね、移動するようにしていました。でやっぱりこう一回外に出て、ね、新鮮な空気吸って、でちょっとねリフレッシュして違うこと考えたりして、で30分後にまた始めるみたいなのをやっていました。で、まあ、これはあくまで個人的な経験なので、まあ、そういう一つのね、まあ、エッセンスとして聞いていただければいいと思うんですけど、そういう風にしてました。で私はよくねスタバからスタバのはしごをしてて、学生の時なんでお金がないので、でお金がなくて、でもまあ、長い間いるって言っても、ちょっと同じスタバに12時間いるのはちょっとやばいんで、それでまあスタバに行って、コーヒー買って、で一番安いドリップコーヒーを買って、そのおかわりレシートがあるんですよね。おかわりレシートが確か今150円か150円か150円かでまあおかわりできる。でそれで違う店でも使えるので、そのレシートを持って違うスタバに行って、でおかわりちょっと安い値段でして、また勉強して、で帰ってきて4時間やるみたいな、そういうのをですね、まあ、学生の時はしていました。まあ、ちょっとスターバックス的には最悪なカスタマーだったかもしれないんですけど、まあ、今はねちゃんと短時間で、出ることが多いので、ちょっと許してほしいなと思うんですけど、まあそういうことをやってました。まあ私がここで強調したいのは、まあ、そういうスタイルがいいっていう、そのスタバを使えっていうことではないんですけど、場所をね定期的に移動してあげるっていうのがすごい自分としてはリフレッシュになった。だからそのスマホで YouTube とか見て、ずっとそれで見ちゃって、あと10分あと10分とかやって、1時間とか2時間とか経っちゃって、結局なんかそれ疲れたから移動するかみたいになって、あでもお腹空いたからとかやってたら勉強、ね、しなくなっちゃうみたいなことって皆さんあると思うので、そうならないようにね、
まあ、その移動するということがリフレッシュの時間だというふうに考えると、そういったトラップに引っかかることも少なくなるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、今回はね、簡単に長時間勉強する方法についてちょっとお話ししてみました。私がやってたことは主にその3つですね。で、他にもね、いろんなことを言う人いると思うので、そういったいろんな人の意見を聞いて、自分なりの長い時間集中できる自分を作り上げる方法っていうのを確立していけばいいんじゃないかなっていうふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。